上空曇り空の中ゲームがスタートです。神宮球場からお伝えしてまいります。東京ヤクルトスワローズ対読売ジャイアンツのゲームです。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、今日のゲームどの選手がキーマンになりそうですか？そうですね、クリーンナップが両チームともいいですから、やはり2番の役割が大きくなってきますよね。なるほど、つなぎの2番注目です。ここからの追加点は避けないといけないでしょうね。まあそして勝負強いバッターが相手ですから、コースに気をつけてストライク先行できたいですね。打った、伸びていく、どうだ、入れば貴重な、入りました、ホームラン、スリーランホームランが出ました。スワローズその差を4点に広げられる重い一発となりました。初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。残念ながらヤクルトスワローズ敗れてしまいました。赤星さん、打線の奮起を期待したいところだったんですが、もう一息でしたね。そうですね、最後まで点差を縮めることができなかったのは残念でしたね。そうですね、次の戦いは打線の奮起に期待しましょう。勝ったジャイアンツ、大きな今日は勝利になりました。一方のヤクルトスワローズですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはヤクルトスワローズ敗れてしまいました。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで神宮球場から失礼いたします。